こんにちは、しまなみひよりです。お寺の山門からしまなみの海、来島海峡方面を見ています。ここは今治市港町、上慶寺さんに来ています。来島海峡に面した上慶寺さんは、小湊城の跡地に丘陵に築かれた。村上海賊の城郭がここにあったそうです。来島村上市の光の寺と呼ばれています。お寺に向かう道が見えています。そして左側には丘があります。山門から来島海峡方面を見ながら、ぐるっと長辺寺さんの本堂の方へ一般していきます。こちらが本堂ですね。歴史を感じる佇まいの本堂です。冬の弱々しい日の光を浴びています。本堂の横には丘に登る道があるので、登らせていただきます。ちょっと狭い道を上に上がっていきます。つわぶきが見えています。つわぶきの花の咲くには黄色い綺麗な花をめでることができるんでしょうね。ちょっとした道ですが、四季折々にそれぞれ違う景色を見せてくれそうです。高さ27メーターの頂上にはもうすぐ着きそうです。周りには木がたくさん茂っていますね。かつてこの上に小湊城があった時代には、来島海峡方面をぐるっと見ることができたと思います。頂上には龍神社があります。今治市内方面を見ています。昔は家や建物が少なかったから、ずっと先まで見合わせたと思います。こちらは来島海峡方面なのですが、残念なことに木がたくさんあってよく見えません。Thank you.
本堂の屋根を見ながら降りていきます。来島海峡大橋が見えてきました。上級さんを後にして海岸方面に出て行きます。看板に写真があったのが撮っています。真ん中の小高い丘の頂上に小湊城があって領地を守っていたのでしょう。上級さんの前の海岸に出ると来島海峡大橋方面にスーッと眺めることができます。きれいな海の水を見ながら、しまなみの風景をご覧ください。ありがとう。